発で綺麗にできる人いんの？これどこなのかわからんけどめっちゃいいよ。風強い。ホワイトニング用の湘南美容外科さんで売ってるやつ。寝る前にシトルリンアルギン、シトルリンアルギン寝る前に飲むことで血流と成長ホルモンを促してあげる。うん、あのビルダーの実が一番目と、あとはなんか今日は野菜ちょっと取れなかったから、ファイナルグリーンってやつ、これで野菜をしっかりと取るって感じ。うん。寝る前に摂取するのはこれぐらい。で、あとはCBN のオイルね。マジでこれね、睡眠の質爆上がりするんで、まだ試したことない方いたらぜひ試してみてください。 CBD より CBN の方が効く人って結構いらっしゃって、僕のお母さんも CBD より CBN の方がこっちの方が体感あるって言ってましたね。ベロの下に入れます。で、そしてで、まぁ、ちょっとまぁ、
ゴロゴロって転がしながら、まあ、1分後飲み込むって感じ。練習が溜まってない時はもう漫画読んで寝るかな。本当だったらいつもね、同居人がこの上で、あの T 字みたいな感じで寝てるんですけど、今日はなんか同居人はどっか出かけてるのかな、帰ってこないんで先に寝たいと思います。みんなおやすみ。